第21節突戦のプレイバック。フロンターレは勝ち点で並ぶ塗装を破り、上位を追いかけたいところです。スターティングメンバーはご覧の通り。19歳の大島亮太が先発、21歳の風間幸輝とのヤングボランチコンビで試合に挑みます。前半4分、中盤でボールをカットされたフロンターレはトスの攻撃を許してしまいます。左サイドから鋭いクロスを入れられるものの、ここは守備陣がブロックしてしのぎます。9分、フロンターレは中盤でパスをつないで左サイドに展開。上がった山越からボールを受けた健吾がゴールを狙うも、これはバーの上、得点には至りません。前半からペースをつかんだフロンターレは19分、右サイドで小林がディフェンダーをかわしてクロス、こぼれ球を攻撃、健吾ゴール、フロンターレ先制。細かい動き出しを繰り返しながら、しっかりとポジショニングを取れば自分たちのペースを作ることができる、そう語る健吾の落ち着いたシュートに注目です。一方の鳥栖も32分、左サイドから細かくパスをつないで水沼がゴール前にアタックをかける。しかしフロンターレ守備陣はこれを許さない。サイドの山越、中央に入ってのナイスクリアです。直後の35分、フロンターレの攻撃、中盤からのロングボールに追いついた小林が粘って風間光也にスルーパス、しかしこれはトラップが合わなかった、残念。さらに41分、右サイドからボールを受けた光輝がキープしてクスカミへ、ここでシュート、惜しくもゴール右。試合は後半に入り10分、トスがロングボールを放り込む、フロンターレクリアするもセカンドボールはトス、左サイドからクロスを打たれる、これがディフェンダーに当たってゴール、フロンターレ同点に追いつかれます。勢いに乗るトスはその2分後、右サイドから再びゴール前に長いクロス、これにフリーの豊田、フロンターレ逆転されてしまいます。後半16分、相手守備陣の突破を図るフロンターレは一旦は跳ね返されるも、粘って再度チャレンジ、ここで大島が倒され PK を獲得します。キッカーは小林、しかし得点はならず。後半22分、フロンターレは健吾のクロスに高野、しかし惜しくもゴールの左。フロンターレはアディショナルタイムまでトスゴールに迫りますが、得点には至らず、そのまま試合終了。ゴール前のクロスボールの対処に課題が残ったものの、得点まであと一歩の場面が多かったこの試合、フロンターレのこれからの可能性に期待を持たせる内容となりました。しっかりつなげてた部分もあったんですけど、やっぱミスがだんだん出てきてから、トスさんがロングボール主体で、それで全体的にディフェンスライン中盤とラインが下がって、フォワードとの距離が空いてしまって、本当はもっと自分たちがボールつないでもう1点っていう風にしたかったんですけど、それができなかったのがちょっと残念です。そこが自分たちの課題であると思うし、それが自分たちのサッカーのやり方だと思うんで、今後はそういう相手が出てくると思うんですけど、そこを崩せるようなパスとか、個人の能力を上げていきたいと思います。
残念ながら試合は2対1で敗戦でした。ポイント2ついきたいと思います。まず攻撃、なぜ点が取れないか。みんなリスクを犯さなさすぎます。ゴール前でボールをもらうときに止まってもらいすぎです。もうちょっと走りながら受けないと最終ラインを突破できません。でもしボールを受けたんであればシュートに行くまでの過程で焦りすぎです。焦ったら全てのリズムが壊れます。この2つはもう選手の問題なので、選手たちがそれを意識してこの2つにしっかり集中していけばですね、必ずや得点は取れると思います。問題は守備です。守備はですね、まあ、前節のジビロ戦もそうだったんですが、クロスボールからオウンゴールというシーンがありましたね。でこれは一つ大きな改善点だと思うんですけど、ディフェンダーの横と横、例えば井川とサネトの間とか、サネトと田中の間とか、この間の距離が少し広いです。当然ボール持ってる選手に対して、クロスを蹴る選手に対して寄せなきゃいけないっていう議論はあるんですけど、それ以上にゴール前に横にスレッチしてしまうと間に選手が入ってきやすくなるんですよね、相手特に。でそうなると相手は斜めに走ってくればディフェンスの選手より前に入れるんで、それによって対応が一瞬遅れてオウンゴールとか、まあ、形としては非常にディフェンスとしては守りにくい形になっています。明日の横浜 F マリノス戦もですね、中村俊輔という素晴らしいキッカーがいます。そして中澤英二というヘディングの強い選手がいます。この2人にスペースを与えないようにですね、間を詰めてですね、しっかり相手選手を先に捕まえるような動きができてくれば、当然ながら失点は防ぎやすくなると思いますし、それがまたいい攻撃につながると思うので、ぜひとも守備面での改善を望みたいと思います。第21節終了時の順位表です。首位は再びサンフレッチェ広島、フロンターレは9位となっています。10位から18位はご覧の通りです。